いや、最高の天気になっちゃった。はい、おはようございます。カッパパです。ここはですね、尾瀬の大清水の駐車場です。まあ、大清水ってことは、ここから一ノ瀬を通って、まあ、尾瀬峠、三平峠ですね、通りまして、尾瀬沼に向かうルートです。尾瀬沼を通って、大江湿原まで行ってね、折り返して帰ってきたいと思います。まあ、普通だとね、一ノ瀬までだと歩いて1時間かかるんですけど、まあ、多分10分ぐらいで行っちゃうそうなんでちょっとね、はしょっちゃいましょう。はい、ありがとうございます。あ、乗客はね、結局俺一人だった。はい、じゃあ気をつけてください。はい、ありがとうございます。いや、すいません、お世話になりました。ありがとうございます。はい、これに乗ってきました。で、ちょっとね、一人でね、ずっと運転手さんとね、話しながら来て、まあ、面白かったんですけどね、ちょっと寂しい感じがしました。じゃあ今からですね、尾瀬沼の方に向かってきます。早朝の木道ってね、もうバッカみたいに滑るんですよ。まあ、雨がじゃんじゃん降ってる日の木道も滑るけど、あの朝のね、木道ってね、やたら滑るのね。だ、ぜひ、まあ、この場所に限らずね、まあ、尾瀬初めての方は、木道で転ばないように、してください。階段は疲れるな。はい、5時47分。いや、水場だ通り過ぎてなかった。うわ、すんげえ冷てえ。なんかね、さっきね、一人すれ違ったんですよ。で、おはようございますって言ったら、びっくりしてるんですね。で、僕がね、おはようございますって言って、なんでびっくりしたんかなって。その方がちょうど5メーターぐらい先の位置で、おはようございますって僕言ったんですよ。そしたらね、ギクッてしてね、なんだ日本人かって言われたんですね。ね、僕の4つぐらい上だから60ぐらいの方ですね、見た目ね。で、その後なんか丁寧におはようございますって言ってくれたんですけどあのね、俺何人に間違われたんだから、ものすごくね、こう今ね、気になっちゃってね、今朝日がね、差してきましたけど、そしてね、青空がね、ところどころ見えてきました。梅雨のモヤモヤもいっぺんに晴れると思うんですが、ただ、さっきね、僕何人に間違われたんだろうっていうね、すごいモヤモヤがね、今日一日心の中に残りそうな気がしてちょっと不安は不安です。
一ノ瀬からだいたい45分か50分ぐらいぐーっと登ってきましたけど、やっと道がね水平に近くなってきたねやや水平。これはだんだん峠の、てっぺんに近くなってきたという証拠だと思いたいですね。はい、はい、8時25分、三平峠ですね。こんな感じです。おはようございます。一ノ瀬からねちょうど時間で言えば、1時間と5、6分ですね。だからコースタイムよりもまあ若干5分ぐらい早いぐらいで、はい、尾瀬峠着きました。で、まあ、峠ですからこっから先は、まあ、基本的に降りていく形になります。いやー気が楽になったよ。うわー、いいねこの苔の感じが。寝てみたいね。ああ、尾瀬沼だいぶ見えてきた。でもね、その分だいぶ下るんですよね。もうしょうがないね。はい、今ね、6時43分ですね。三平下に出ました。もう目の前は尾瀬沼です。こっちがね、尾瀬沼山荘ですね。で、目の前が、休憩所。わあ、泊まってる人いるんだね。はい、今ね6時55分です。三平下で、まあ、軽くドーナツを食ってちょっと腹の足しにしました。で、今からね、尾瀬沼南岸を東に向かってですね、尾瀬沼ヒュッテの方、まあ、彫像小屋の方ですね、向かっていきます。すごく気持ちいいですね。おお。ここはね、僕尾瀬沼のね、まあ、周辺で一番好きなところですね。
全く雲がないわけじゃないけど、すごい晴れた。もう梅雨の、ね、合間とすればもう合格でしょう。はい、7時17分、彫像小屋です。はい、で向かいはね、ビジターセンターです。はい、ここからね、大江湿原に向かってきます。日光キセが群生してますね、結構。お、すごいすごい。おお、これはすごいわ。満開ってんじゃなくて、これからね、ブワーっと咲く感じですね。だからね、ほとんど4割ぐらいがまだつぼみです。こんな感じ。ここから見るとね、まだまだ大江湿原、主役は綿菅ですね。綿菅もね、朝露でね、ポニョってこうしぼんじゃってんだけど、またそれがねいやすごいね。まあ桜で言えばね、まあ三分咲きぐらいなんだろうけど、これはこれでね、すごい若々しさというか、これ息の良さというかね、まあそういうのを感じますね。おなじみ、オゼルマヒュッテです。ここはもう夏になるとね、僕は必ずここの天場でキャンプをやるんですけど、このテラス、おなじみでしょう。2017年がステーキ、18年もステーキ。で、去年2019年がお寿司と、いうことで、ちょうど あのテーブルで作りました。今日はね、ここ。疲れたね。飯食わないと。キノコクリームスープパスタ。
はい、朝ごはんはですね、スープパスタと、あとおにぎり2個。やっぱりね、あったかいものお腹に入るとね、ものすごくいいですよね。なんていうかな、体調がね、一気にこう整いますね。いやー、よく晴れたなー。いや、最高の天気になっちゃった。三平下ついちゃいましたけど。早いから売店やってねえんじゃねえかこれ。あ、本日終了って書いてあるよ。はい、じゃあそういうことで、尾瀬峠ね、三平峠に向かいたいと思います。はい、9時11分ですね。三平峠まで戻ってきました。はい、あとはね、木道慎重に降りていくだけなんで、まあ、カメラはストップします。はい、じゃあ、今回の動画はですね、もう梅雨の晴れ間の、まあ、限られた時間、まあ、お天気マークがついてたん で急遽尾瀬に来たわけなんですが、まあ、午前中限定のお天気マークということで、まあ、とにかくね、宇都宮出たのが2時だし、こっち着いたのが4時半だし、まあでもね、なんだかんだ言ってやっぱり大勢はいいですね。最高です。あと一月後ですね、恒例の大勢沼キャンプが近づいてきました。いろんなものをね、今から用意してます。はい、それでは、はい、三平峠の木道からお別れしたいと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。カパパでした。